どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、リッツカールトン沖縄のクラブエクスペリエンス特典解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。先日ですね、2021年に関してですね発表がありましたので、利用予定の方はですねぜひね最後まで見ていただければなというふうに思います。でですね、クラブエクスペリエンス特典って何ですかっていう方ねいらっしゃると思いますし、利用したことねある方もいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、ざっくり言うとですね、リッツカールトン沖縄滞在時にですねクラブラウンジが利用できる特典っていうふうになっております。これをですね、リッツカールトン沖縄ではクラブエクスペリエンス特典っていった形で販売してるっていった形になっております。でですね、2020年まではですねリッツカールトン沖縄ではクラブラウンジっていうのはですね通年で利用できるものではなくてですね、ゴールデンウィークだったりお盆だったりっていったハイシーズンのみね営業しているっていう感じだったわけなんですけども、2021年に関してはですね通年でね利用できるようになったっていった感じになります。またですね、リッツカールトンではマリオットボムのねステータスがあってもですねクラブラウンジを利用する際はですね有料でね利用するっていった形になっております。でですね、クラブエクスペリエンス特典の詳細に関してなんですけども、利用開始はですね2021年の4月の29日からっていう風になっておりまして、こちらの特典ですね、専用コンシェルジュによる観光情報の案内や各種予約代行サービスっていう風になっておりまして、またね専用ラウンジでのチェックインチェックアウトは利用することができるっていった形になっておりまして、一番の特典はねこちらかなという風に思うわけなんですけども、クラブラウンジですね提供されるサービスが受けられるっていった形になっております。でですね、時間帯に応じて利用できるねサービスが変わってくるっていった形になっておりまして、ちょっとねここら辺に出しておきますけども、7時から10時半の間は朝食が利用できて、11時半から13時半の間はライトランチがね利用することができまして、14時半から16時半の間はアフタヌーンティー、17時半から19時半はオードブル、20時から22時の間はスイーツがね利用できるっていった形になっております。でですね、2020年まではですねこのクラブエクスペリエンス特典の昼食っていうのはですね結構有名で話題にもなったわけなんですけども、今年はですねちょっと内容が変わってるっぽくてですね、一応こちらねホテルに確認させていただいたわけなんですけども、ライトランチっていうのをねすごい強調しておりまして、軽食っていった形になっているみたいなので、この点だけはですね2020年ね利用したことある方に関してはですねちょっとね内容が変わってるかもしれませんので、このところはですね実際に行ってみないとわからないっていった形になっております。またですねこちらの時間帯であればですね、どの時間であってもアルコールをねいただけることもできるっていった形になっておりますんで、お酒をねどっぷり飲まれる方はですねかなり楽しめるのではないのかなというふうに思っております。でですね、価格についてなんですけども、すでにねマリオットボンボイの公式サイトからね予約できるようになっておりまして、ちょっと予約方法はね後で解説させていただこうかなというふうに思うわけなんですけども、料金についてはですねこちら5月のゴールデンウィークではない土日の料金なんですけども、こんな感じになっておりまして、まあまあねお値段がつるっていった形になっております。またですね、電話でも予約であったりですね問い合わせもね受け付けているというふうになっておりますんで、電話番号に関してはですね動画の概要欄にね載せておきますので、もしね質問等々ある方はですねぜひね問い合わせしてみていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、マリオットボンボイのポイント宿泊した場合の追加料金についてですねちょっと調べさせていただいたわけなんですけども、価格と日付についてはですねもしかしたら変動があるかもしれませんので、参考程度にね考えておいていただきたいなというふうに思っております。またですね、リッツカールトン沖縄に関してはですねカテゴリー8というふうになっておりますので、ポイント宿泊する場合の必要ポイントはオフピークで7万ポイント、スタンダードで8万5000ポイント、ピーク時で10万ポイントっていう風になっております。それでは価格のね詳細についてなんですけども、4月29日からですねこちらの利用が開始になるわけなんですけども、通常の期間は1人税込み12,650円っていう風になっております。でですね、ピーク期間っていうのはね設定されておりまして、ちょっと期間はねこちらに出しておきますけども、こちらの期間に関してはですね1人税込み15,813円っていう風になっております。でですね、またゴールデンウィークであったりお盆であったり年末年始に関してはですねさら
らに高い料金が設定されておりまして、1人税込み2万と240円といった形になっております。やはりですね、繁忙期にあたるゴールデンウィークであったりお盆であったり年末年始に関してはですね、かなり高くね設定されているかなというふうに思っております。またですね、お子様料金に関してなんですけども、1歳から5歳までの方は無料っていうふうになっているわけなんですけども、6歳以上の方に関してはですね、大人と一緒のね料金がかかってくるっていった形になりますんで、1人税込み 12,650 円がね必要っていうふうになっております。それでは次に実際の予約方法に関してなんですけども、日付がね4月29日からこちら開始になるわけなんですけども、すでにね予約自体はすることができるっていった形になっております。マリオットの公式サイトからリッツカールトンね沖縄検索していただきます。それとですね、こんな感じに出るわけなんですけども、上の方にですね通常料金とスペシャルオファーパッケージっていうのはねあると思いますんで、こちらねスペシャルオファーパッケージの方ですねクリックしていただきます。そうするとですね、こんな感じでいろんなねエクスペリエンス特典がついたねプランが出てくると思うんですけども、もっとパッケージを見るっていうのがですね下の方にあると思いますので、そちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、一番下にザ・クラブエクスペリエンスっていうのがですね出てくると思いますので、こちらからですね予約していただくっていった形になっております。でですね、優勝でね予約される方に関してはですね、マリオットボムのね公式サイトで予約することができるというふうになりますので、マリオットボムをね予約する際はですね、ポイントサイトがね利用することができるっていった形になっておりますので、楽天リービーツもしくはですねアメリカのキャッシュバックサイト、トップキャッシュバックね経由して予約していただければなというふうに思っております。楽天リービーツの方はですね 2% 還元っていうふうになっておりますし、トップキャッシュバックの方はですね 3% 還元でね利用することができますので、まあ、すごいね還元たくさん受けられるわけではないんですけども、もらえるものはねもらっといた方がいいのかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねリッツカールトン沖縄のクラブエクスペリエンス特典について解説ねさせていただいたわけなんですけども、夏のシーズンであったり繁忙期シーズンに関してはですね、値段がね結構高いっていった形になりますんで、あんまりねお得感っていうのはね感じられないかなっていうふうに思うわけなんですけども、通常期間であればですね一日中ねお酒を楽しむこともできますし、まあ、食事もですねある程度利用することができるっていった形になっておりますんで、ぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思っております。またですねクラブラウンジを一日中ね利用することができる特典っていうふうになっておりますんで、できればですね 2,3 泊していただいて、その間のね中日とかにね利用するのが満喫できてねいいのかなというふうに思っております。でですね、一つ疑問に思ってる点がありまして、2020年まではこのクラブエクスペリエンス特典っていうのは期間限定でしか利用することができなかったわけなんですけども、2021年に関しては4月29日から通年で利用することができるというふうになりますので、もしかしたらですね今回動画で紹介させていただいたプランでの予約方法ありますよね、まあ、あちらは2名でいくらっていった感じで検索させていただいてるわけなんですけども、1人で行かれる方に関してはですね普通に会員レートで予約しますよね。その後にクラブラウンジのアクセスだけねつけた方が安上がりになるのではないのかなというふうに思っておりまして、この点に関してはですねホテルに確認を取っておりまして、回答がね後日っていった形になってしまったので、今現時点でですね正確な情報をね皆さんにお伝えすることできませんので、私のね動画のコミュニティ欄っていうところがあるわけなんですけども、そこでね今回の答えに関しては発信していきたいなというふうに思っておりますんで、気になる方はですねそちらもねチェックしていただきたいなというふうに思っております。このクラブエクスペリエンス特典とラウンジアクセスをね直接つけるっていうのはですね、サービス自体はね何も変わらないっていうのはですねホテルに確認取っておりますんで、まあできるだけね安く利用できた方がですねお得にっていうふうになりますんで、今後ね私のコミュニティ欄もですねぜひねチェックしていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。